本日の説教は、言葉のうちに命があったと題しまして、宇野丹蔵牧師に解き明かしをしていただきます。最後に祈祷を捧げていただきます。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。